はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の平均値の定理丸1をお送りします。で、問題ね、2問ありますので、1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったりね、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。まあ、後々ね、見てる方は全然関係ないんですけど、かなり久々の数算で、ちょっと遅くなってね、申し訳なかったです。で、今回は平均値の定理ってことで、これを2本取っていくんですが、まず平均値の定理なんぞやってとこから行きましょう。覚えるところはここです。このね、この部分。これを満たす C がありますよっていうのが平均値の定理です。ただ、条件があって、AB があったときに、その平行間、この AB で、連続ですよって。で、その回区間 AB で微分可能ですよっていう。まあ、その時、その条件があればこれを使っていいですよって。まあ、これを満たす C がありますよみたいなのが平均値の定理となっております。で、それを今回使っていくんですが、まず1番。これね。FX が X 分の1。で、平行間24に関して、これを満たす C を求めなさいという問題。で、どうやっていくかっていうと、まあ、おそらく途中式を書かされると思うので、まあ、平均値の定理を使うじゃないですか。で、使うにあたっては、まあ、これがね、ちゃんと微分可能と連続ですよってことを言わなきゃいけないんで、それをまず一言入れます。で、今、24なんで、平行間24で連続、回復間24で微分可能なのでって書いたらいいんですけど、ちょっと長くてめんどくさいので、もしね、先生が、みんなの先生がね、それをちゃんと書けって言ったら書かなきゃまずいかもしれないんですけど、これの場合、今24ね。平行間24で、微分可能って、ちょっと組み合わせたような言い方になっちゃってますけど、これを言ってしまえば、それ両方満たすんで、この一言でね。これで大丈夫です。結局 X 分の1って24の間、微分可能ですからね。連続だし。なので、この一言でいいかなと思います。自分はね。で、微分可能で、で、この公式って F' 使うんで、この FX を微分したもの F'X。で、微分すると、マイナス X2乗分の1。これも暗算でいいですかね。で、これをまず準備しておきます。まあ、微分可能って一言と F'X 準備して、で、あとは入れていきます。ここに。ここに入れていく。で、今、B が4、A が2だと思って入れていくので、4-2 分の、で、FB は、この FX の X に B、つまり4を入れたものなんで、4分の1、マイナス A を入れたものなんで、2分の1です。これが、イコール F'C です。F'C っていうのは、F'X の X のとこに C を入れたもの。つまり、ここ、マイナス C の2乗分の1と、こうなります。今代入しただけね。平均値の定理のね。で、まずこれ整理していきましょう。で、こっちが、分母が、マイナス4分の1。で、下が2なんで、まあ、書き直すのはこうなる。だから、つまりマイナス8分の1なんですけど、左辺はね。で、まあ、一応書くか。マイナス8分の1イコールマイナス C2 乗分の1と、こうなります。整理すると。で、両辺はマイナス取ってしまって、両方あと逆数にしてしまえば、C2 乗イコール8になるんだよね。で、まあ、これ2乗取って C イコールプラスマイナスルート8なんで2ルート2になりますと。で、まあ、これ答えで OK 全部書いちゃおうかなってとこもあるんですが、最後にこいつを満たす。満たしてるのっていうチェックが必要になります。で、今 A が2、B が4なので、範囲としては C は2乗なり4。この範囲に入ってないと答えとして使うことができません。で、マイナス2ルート2は当然ここに入ってない。まあ、2ルート2は入ってるんでね。つまり、この範囲が指定されてるんで、1番の答えはプラスの方だけ。C イコール2ルート2と。これで終了となります。まあ、こんな感じでやってみてください。途中式書かされないんだったらね、全然もうなんか、こんな一言とか気にせず、平均値の定理書いてくれてるからさ、もうそれ入れて整理したらいいや、みたいな感じなんですけど。
で、2番行きましょう。で、こっちはちょっとめんどくさいです。やることが少しね。で、まず同じです。平区間1、2について考えなきゃいけないので、まあ、平区間1、2、で、微分可能。まあ、この一言を入れて、で、まあ、f'x 使うんでね。ログ x を微分すると x 分の1なので、まずこれ準備しておきます。さあ、入れていきましょう。で、まず、a が1、b が2なので入れていくと、ちょっと左から行きますね。番処理がちょっと多くなります。2-1 分の、で、fx がこれなので、fb は b に、あ、まあ、x に2を入れたものだから、ログ2。マイナス、ログ1と。こうなります。ちょっと外がなんか騒がしいね。で、イコール、f'x。これに今 c を入れたものなんで、こっちが c 分の1と。こうなります。いいかな？で、ここ、分母1なんで消えますよね。で、ログ1も0なんで消えてしまう。で、だからログ2だけ残るんですよ、これ。で、c イコールにしておきたいんで、こういう感じでね。c イコールにするために、両方逆数取ると、c イコール、ログ2分の1になります。ここがログ2なんでね。整理すると。つまり、ひっくり返して、ログ2分の1になると。で、その、答え1個だからさ、もし途中式なければ、これ答えだろうと、高をくくって書くこともできるんですけど、その、このチェックが必要になります。範囲に入ってるのっていう。で、それを書かなきゃいけなくて、これがめんどくさい。こっちの問題に関しては。で、どうするかっていうと、まあ、結局ここに、ね、満たすかどうか。つまり、これが今 C なんで、これ C ね。ログ2分の1。が、1と2の間に入ってますよってことが言わなきゃいけないわけ。で、それを言うために、その全部ログ2になってるから、ここも全部、まあ、ログ2分の2に合わせましょうと。多分確かめ方いろいろあると思うんですけど、つまりまず1から。1っていうのは、例えば2分の2とか3分の3っていうことができるので、1、カッコにしようか。ログ2分の、ログ、あ、ほ、ログ2と一緒ですよね。これ1が同じってことごめん。書き方がおかしくなるけど。1ってログ2分のログ2ですよね。なので、一応書いておこうか。1は、ログ2分の、ログ2。じゃあ2は何なのかっていうと、一回ちょっと挟むと、ログ2分の、2、ログ2なんですよ。まあ、ログ2で切れば2が残りますよね。約分すれば。で、2、ログ2っていうのは、ログの前に出てきてる数字は中のこの肩にくっつくことができるので、消えてここ2乗、つまり4になりますよね。だから、ログ2分のログ4になります。つまり、2イコール、ログ2分の、ログ4。こうなりますよね。で、これが、まず今、ログ2で全部、下が揃ったんですよ、ログ2。で、分母が全部一致してて、まあ、プラスの数だからさ、一致してるから、じゃあ、分子の、ログ2、1、ログ4。これが、ちゃんとこの小なりの関係で満たしてればいいんじゃないか、ということは言えればいい。自分だったら、これだけ書けばもう、満たしてるって言ってもいいんじゃないかなと思ってしまうんですけど、一応ちゃんと確認します。もし突っ込まれたら嫌なんで。で、こうなってると。で、今、1ですよね、ここ、1。1っていうのは、ログ E なわけですよ。ログ E の E だからね。ログ E。で、ここの中の数字を確かめると、こうですよね。これより、ログ2、ログ E、ログ4って、これ成り立ってるんですよ。E ってなぜかっていう、E って 2.71 なんで。まあ、続きますけどね。だから、2、2.714 って2と4の間に入ってるじゃないですか。2.71、E がさ。つまりこれを満たしてる。だから、これが分かってるので、まあ、戻るとね、ちゃんと C は、その1から2の間のやつを満たしてますよ。だから、もともと書いてたこいつ、答えとして使って大丈夫です。つまり C はログ2分の1でしたよと。これで終了となります。まあ、おそらく学校の定期テストだったら、自分だったら途中式書かせますからね。これはね、やっぱ書かされることが多いと思うんですが、まあ、ぜひこんな感じで解いてみてください。で、この部分に関しては、自分はこうやって解いてしまうんですけど、もし先生の方がね、いや、ちゃんと書けよ、みたいな。
いや、こういう書き方もあるんだけど、こっちだけダメだぞ、みたいなこと言われた場合は、絶対こっちで書いてください。平不感で連続。で、回復感で微分可能で、これより、みたいな感じ。そのちょっと長くなるだけですから、ここが。まあ、そんな感じで、よろしくお願いします。では、今回は、数三の平均値の定理、丸1やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。